お元気様です。久留米市中枢の平です。本日はですね、まあ、一応昨日言ったこととは逆の話になります。昨日は、面倒見の、ね、いい塾、予備校、あるいは面倒見のいい大学に行った方がいい人たちいますよねっていう話を昨日したと思います。でも逆に今日はですね、まあ、自習ができる人、自習ができる人が、浪人した時にですね、どうなるかということですね。はい、自習ができるっていうような人、要するに面倒見がそんなに良くなくてもね、行けるっていう人は浪人した時にはやっぱ三大予備校とかそういうところに行っていいと思うんですよ。なんか三大予備校で行ったらダメなんですか、ね、寮管理システムの予備校に行ったらいいんですかっていうような、そういう疑問もあると思うんですけれども、はい、ということでですね、何なのかっていうことですね。うちで来ていた仮面浪人の子ですね。はい、寮管理システム予備校に通っていたんだけれども、結局、現役の時と同じ久留米大学にしか合格しなかったんですよね。はい、また久留米大学だったと。で、本人は国立の大学に行きたいというふうなことがあって、それでうちに来たわけですけれども、結局のところですね、その寮管理システムとかの予備校になると、その管理することが得意というわけで、そういう三大予備校みたいなその教務力っていうのはないということですね。そういうのは期待しちゃいけないんですよ。だから教務力の方が必要だとね。そういう人たちは三大予備校に行った方がいいんですよ。でもいくらそういうのがあっても全然勉強しないと、自習しないというような生徒はですね、やっぱそういうような管理するような、現役生で言うなら武田塾ですよね。で、浪人生で言うならばそういう寮管理システム予備校、そういうところに行ってまず管理されることが大事ですよということなんですが、今回ですね、そのうちに来ていた久留米大学の大学生、仮面浪人して国立大学ちゃんと受かりましたけどですね、はい、だからその寮管理システムの予備校に、1年間通って、それで結局のところまた浪人しちゃったと、浪人しちゃったっていうか、その国立ダメだったと、で滑り止めの久留米大学に行くことになったとこれ一体何なのかっちゅうですね。何なのかっちゅうと、もうそういうふうな私が指導しているようにですね、例えばその国立大学の理工学部の先生がですね、200点満点の数学で30点で合格してますよとか、ということは数学では合否が決まらんのやと、理系であったとしても、つまり数学以外の科目が大事ですよというの話をですね、そういったことをちゃんとこう私はしおるわけですよ。となるとそこが大事なんですよね。はい、そういうふうなところは、そういうその管理を、ね、管理がいいですうちはっていうようなところはですね、管理がいいということは、そういう三大予備校みたいな教務力が今度はないというようなことですね。はい、だからその管理もやって、教務力もあるというような、うちみたいに両立していくっていうことが大事なんですよ。ということですね。だからうちに来ている生徒たちにアンケートを取ると、こういうなその大学入試戦略とかがしっかり学べるんだと、そこがうちのいいところやろみたいな感じで、そういう答えが返ってくるかなと思ってアンケートを取ったりすると、アンケートのほとんどが面倒見がいいっていう風なアンケートが返ってくるんですよ。面倒見がいいっていうのは、その管理されてるっていうことが一つにはですね、面倒見がいいっていうことがあるのかもしれないんだけれども、もう一つはそういうふうに次はこうやるんだよとね、例えばその九州大学の理系文系とかだったら、文系もその数学は取れないよとね、英語とかを頑張るんだよと。今この時期なんかにですね、塾とか予備校の九大二次試験対策とか言って、その数学を習いに来なさいみたいな感じで、ね、九大の文系の二次対策みたいな感じで数学習いに行ってる子たちがやっぱ落ちるんですよ。それは受からないんですよね。はい、九大の二次試験の、ね、文系だったら二次試験は数学以外が勝負だよと。で、一般的な大学のそのであれば理系でやったとしても、やっぱ数学以外が勝負だよということですね。はい、数学以外を頑張らなくちゃいけないということですね。はい、そうするとただ数学って大事なんですよ。数学は論理を勉強していく上でものすごく大事ですので、数学なんて世の中使わないじゃないかって思うかもしれないけれども、論理的な思考能力、あるいは抽象的な能力がですね、身につきますよっていうことです。例えば数学の入試問題、ちょっと置いといて、
じゃあ文系の生徒っていうのは論理がないんですかと、ね、文系の生徒って論理的じゃ思考が身につかないんですかというと、そんなことはないわけですよ。だから文系の場合だったら英語の評論文とか現代文の評論文とか、ああいう論理的な文章を勉強することによって、文系の生徒たちっていうのは論理というものでね、そういうような思考力っていうのが身につくようにできているわけですよ。で理系の生徒たちっていうのはもう理数系中心で、数学のそういう論理で勉強していくっていうような形で、どっちもちゃんと思考力が身につくようにはなってるわけです、うん、ただその文系の生徒はそんな数学やらなくても、ちゃんと英語とか現代文とかそういう、ね、評論文とかを勉強すれば論理の力は身につくんだから、数学なんか手出してないでそっちを頑張りなさいということを繰り返し繰り返し言ってるんだけどね、旧大とかそれで受かるんですよという話をしてるのに、全然評論文の勉強しないで何やってるかって言ったら、今頃ね、旧大二次対策とか言ってね、数学とかやってるわけですよ。さあ理系の生徒だったら数学をね、旧大の二次試験の数学の対策をやるのも大事だと思いますよ、うん、はっきり言って理系の生徒たちの力ではあの旧大の二次試験の英語の問題解けません、はい、文系の生徒たちであればあれくらいの旧大の、ね、二次試験の英語の問題解きますよ、すらすら解きます。だけれども理系の生徒たちには歯が立たないんでね、まあ、例えばその要約とかがあるじゃないですか、ああいうような要約とか、まあ、要するに英作ですわな、あれはちゃんと添削してもらわないとできないので学校ではやりません。じゃあ塾や予備校でやるかっていうと、塾予備校でもやりません。なんでかっていうと英語の英作とかの添削っていうのはものすごく時間かかるんですよ、うん、だからうちみたいな個別指導でやっていてマンツーマンで教えていて、ね、そういう場合には一人が相手だったらそりゃ添削作業はできますよ。でも50人とか100人とか教えているような学校とか塾予備校とかですね、それ一斉に50人100人わっと持ってこられたら添削できませんから、24時間ね、1日が24時間では全然足りないんですよ、ね、1日が100時間1000時間あっても足りないというぐらいにありますから、たった1人ならできます、たった1人なら添削作業とかそういうのはできますけどね。だからそういうな、まあ特に旧大の文系なんかの子はもう英語で合否が決まりますから、英語のそういうような要約問題とかですね、ちゃんと添削してもらわないといけないんですよ。じゃあ添削してくれるのはっていうと、うちみたいな個別指導の英語の先生じゃないと添削作業はやってもらえませんよと、ね、とてもじゃないけど50人100人わっと持ってこられても添削できませんから、だからもう英作捨てるしかないんですよ基本的には、うん、そこでなんとか頑張るしかないというふうなところはある。こういうふうなことをちゃんと繰り返し繰り返し前もって作戦をですね、次はこうするんだよ、次はこうするんだよということをこうずっと私の場合は言い続けているので、まあ面倒見がいいっていうような感じで、まあ生徒たちはアンケートで返してくるんですけどですね、ただまあそういうふうなですね、そのまあ久留米大学の仮面浪人の子が国立大学に受かったっていうのはやっぱちょっと見ててもったいないなと思ったのが、やっぱそういうふうな作戦をちゃんと寮管理システムの予備校が教えてないなっていうのですね。だから河合塾とかそういった三大予備校だったら多分習うんじゃないのかなっていうふうには思うんですけど、あんまりそっちも習ってないんですよね。だから三大予備校とかに行っても結局現役の時に副大に向かってで浪人したけどまた副大だったとかいうふうなことがあるんで、なんもやっぱそこら辺ですね、授業さえやっときゃいいみたいな流れで、じゃあどうしたらいいのっていうことは全然ここは教えてもらえないわけですよね、うん、英作のやればいいじゃないかって思うかもしれないけど、添削してもらわないととてもじゃないけど、ああいう要約ね、旧大のやばいのあの要約ですから、ああいった要約とか やれないんで、自分一人の力ではね無理がありますから、ちゃんと先生がマンツーマンでついて添削作業をする必要性あるんですよ、うん、でもそれができないっていう風な大きな塾とか大きな予備校とか行ってしまうと、まあ、学校は当然ですけどね、うん、できないと。で私なんかがね勤め何ちゅうな、今までずっと何十年と働いていると、まあ塾長先生とかね、ほら見ろと、学校の先生は添削してくれないだろう英作文をとね、もうそれ文句言ってやれみたいな感じで言うのはいいけれども、そうするとそれが今度は跳ね返ってくるわけですね。じゃあ塾や予備校でやってくださいっていう話になると、そんな何十人もどーっと英作文の添削とか持ってこられても英語の先生パンクしますから、分かってないわけですよね。でそういう高校生の指導の仕方を分かってない塾予備校が圧倒的に多くてで癇癪を起こすわけですよ。英語の先生たちはだらしないと、なんだこれはと、ね、100人の英作文の添削ぐらい早くやれみたいな感じでね、一瞬でやれみたいな感じで言うけど、
もう1000時間あっても1万時間あっても添削が終わらないっていうぐらいの、そういう英作文の添削っていうのは本当に大変なんですよ。英語の先生たちの立場をちゃんと分かった上で言わないといかんんですよね、うん、ところがこういうことを言うと逆にムキになって、ね、英作文の添削、ね、俺たちがやるんだみたいな感じでね、英作文捨てちゃダメだとかいう感じで、ね、無責任なことを言う英語の先生なんかが出てきたりして、そうするとそういうところにドバッと英作文の添削が持ってこられるわけですね。終わらないんですよ、終わらない、うん、もう全くあれは能率や効率の悪いことですから、何十人何百人という生徒を同時に教えるというような能率や効率のいいことをやっていく上では絶対にできないというようなところもあるわけですよね、うん、だからそこら辺のところでどういうところを自分は言った方がいいのかですね。まあ久留米手術が一番いいですよという結論ではありますけどね、はい、もうびっくりしました。もう今年なんかですね、もう今2月1日で1月終わりましたけど、1月になんと6人も入会希望が来るんですよ、うん、すごい。もう1月とか2月って入会希望者来ないのが普通ですよ。普通3月4月にドドッと入会希望が来るのが普通なのに、もう1月の段階で6人も入会希望者が来てますよ。すごい、本当に何なんだこれはっていうぐらいに来てますね、はい、もうオミクロンなんかどこ吹く風と、ね、緊急事態宣言だとかそんなのはどこ吹く風みたいな感じで集まってきてます。すごい、うん、まあですね、まあ、そういったところでですね、まあ、どういった形でやっていけばいいのか、今ね、今どうやればいいのか、高校1年生、高校2年生、高校3年生、高卒浪人生、今どういうふうなことをやらなくちゃいけないかということをちょっとお話ししましたけどですね、はい、そこら辺大事ですよ、ちなことですね、押さえておいてください。はい、次に何をやるべきか、そういうことをちゃんと教えてくれる人、なんかよくわかんないけど英作文のテストがどうやらね、出るみたいだと、だからそれやんなくちゃみたいな感じじゃやれないっていうのも ね、なんか旧大の二次試験とかね、数学が出るみたいだ、数学やらなくちゃとかね、そういうふうなもんじゃないから、もうそういう合否の関係のあるところ、合否に関係のあるところをどんどんやってくださいということですね。合否に関係のないところはとりあえず置いとくんですよということですね。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。